皆さんこんにちは。今回は、昔発売されていたあるゲームについて調べてほしいというリクエストをいただいたので、それについて取り上げます。今だと信じられないようなゲームがセガサターンで発売されていたことがありました。先日、視聴者さんからセガサターンで発売されていたメッセージナビというゲームについて調べてほしいというリクエストをいただきました。このゲーム、倫理的にアウトなソフトらしく、一体なぜ発売されていたのかが気になっているとのことでした。まず、メッセージナビというゲームについて詳しく説明しましょう。このゲームは1997年にセガサターンで発売されたゲームで、パッケージはこんな感じです。表面にはタイトルとともに1000人分の個人情報掲載という怪しげな文言が大きく書かれており、これ、一体何のゲームなのかというと、そもそもゲームと言えるものではなく、どちらかというと今でいう電子書籍に近いものです。1000人の個人情報、や街で見つけた可愛い子、など、様々な写真を閲覧することができます。街で見つけた可愛い子というのは、このように簡易的な地図から、撮影された場所を選択し、そこで撮影された女性の写真、食料や紹介文などを見ることができます。また、イベントで撮影されたコスプレ写真も載っており、許可を取っているのかどうかすらわからない写真が多くあります。で、メインの1000人の個人情報についてですが、このように女性の顔写真や年齢、身長などの情報とともに、連絡手段が記載されており、ほとんどがポケベルの番号か、編集部経由となっています。ちなみに編集部経由というのは、連絡を取りたい女性がいた場合は、制作会社に一度ハガキを送って、それを制作会社が女性へ渡してくれるというものだったみたいです。さすがに住所などの記載はないものの、顔写真や名前などの個人情報が1000人ほど載っていたようで、今だと考えられないようなソフトとなっております。あくまでセガサターン用に作られた非公式のアングラソフトなのかと思ったのですが、セガから許諾を取っているという記載があるのと制作は2社ほど関わっているようですが、シムス株式会社の名前があり、この会社はセガと他社の共同出資で設立された会社です。ですので、このソフトは公式が認めているソフトということで、密かに発売された怪しいものではないです。今の感覚だと顔写真を載せることすらためらう人が多いかと思いますが、このソフトに載っている個人情報は、一体どのように集められたのでしょうか。今回は、このソフトについて、当時の時代の話も交えて解説していきたいと思います。これはなかなかすごいソフトですね。1000人の個人情報、とのことですが、今の感覚だと、個人情報、という単語の重みを感じてしまいます。それが1000人分ということで、正直、となってしまうようなソフトですね。さて、このソフトについて詳しく見ていきますが、検索くん、というシステムから、個人情報を検索することができます。年齢、職業、エリアなど、様々な条件で絞り込むことができ、中には割り切ったお付き合い、という、いわゆる売春を連想させるような内容もあり、このソフトは出会い系サイトのような役割を果たしておりました。このソフトに掲載された情報についてですが、説明書を見てみると、応募された原稿はそのまま掲載します、と書かれており、事前にソフトに掲載する個人情報を募っていたようで、応募者の個人情報が載せられていたようです。また、パッケージには、ここに掲載されている個人情報は首都圏の大型ゲームセンター他に置いて集められたものです、という記載もあります。このことから、個人情報は応募者の情報、そしてゲームセンターなどから集められたものが掲載されていたものと思われます。ゲームセンターなどから集めた、というのはどういうことかというと、このゲームが発売された1990年代は、ポケベルという番号のみでやり取りする機器が流行っていた時代で、プリクラで撮った写真とともに、
ポケベルの連絡先を書いて、ゲームセンターなどに設置されている掲示板に貼って友達、いわゆるベル友を募集していたのです。おそらくですが、このように貼られているものから無断でソフトに掲載していたものと思われます。このようにして様々な人の個人情報が集められ掲載されていたのが、このメッセージナビでした。しかしながら、ここまでの個人情報を載せてしまっても問題はないのか、という疑問が浮かんでくるかと思います。この件について、当時の出会い系を振り返ってみましょう。先ほど少し触れたように、この時代はポケベルで連絡を取る人が多くいらっしゃいました。1996年にポケベル一体型 PHS が発売されポケベルの利用者が減りましたが、それでも90年代後半もまだ利用者が多くいました。そのような時代で、インターネットでサイトを見るどころか、まともにメールのやり取りもできない時代で、どのように情報を入手していたのかというと出会い系雑誌にそのような情報が掲載されていたのです。例えば、ジャマールという雑誌が90年代後半から2000年まで販売されておりました。このように、顔写真とメッセージ、そして連絡先が載っていたのです。紙媒体ですが、書かれている内容は今の出会い系サイトとほとんど変わりないのではないでしょうか。当時、このような個人情報が掲載されていた雑誌は数多くあり、個人情報に対する意識が今とは異なっていました。メッセージナビはこれをソフトとして販売していただけであり、そこまで問題にはならなかったのだと思われます。個人情報の認識については、個人情報保護法が施行された経緯を見るとわかりやすいかもしれません。この法律は、情報化の急速な発展により個人の権利利益の損害の危険性が高まったことから平成15年に公布されました。つまり、個人情報が昔よりも、様々な方法で悪用することが可能になってきたわけです。例えば、怪しい DM や訪問販売などもその一つで、徐々に個人情報を晒すことに対する危機感が浸透していきました。こうした動きもあり、個人情報リストを載せたメディアは廃れていったのだと思います。もう一つ、ちょうど携帯電話の普及によってインターネットの利用者が増えた、ということもあるかと思います。今の感覚だと信じられないようなソフトですが90年代の感覚ではそこまでおかしいものではなかったのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。メッセージナビ、確かに今だと信じられないようなソフトですね。載せられた個人情報は今も残っているわけですが、そのほとんどがポケベルの番号だったり編集部経由だったりするので、そこまで影響はないのではないかと思われます。